政治的無関心はいいのか悪いのかね。僕はもでもその政治的関心はある方かなって思うんやけども、その他者が政治の話したら、いやお前別に政治が経験してないやんっていう感情が生まれるんだよ。なるほど。でも自分が喋ってる時は政治的に関心持つことは大事やっていう論理を引っ張ってくるんだよ。なるほどね。だからこのなんか矛盾は自分でもちょっと愚かやなって思うけれども、多分だから今見てる人も、うん、お前政治経験してないのに言ってんねんって思われるはずやのに、自分気持ちよく喋るっていう、その喋る時は喋って、でも根拠は政治的に関心持つことは大事やっていう根拠。いや本当にその通りだと思う。僕でさえ政治に関しては勉強してるけど、政治に関してじゃあどれだけ参加してるかって言ったら選挙には参加してるけど、参加全くほとんどしない、うん、だからやっぱり小学校時代から政治っていう科目を作ってほしいわな。それ何ですか、親近感ですか。そうそうそう、もしあれば多分もうちょっと親近感が湧いて、もっと喋りやすいっていうか、喋っててもまあ普通の話で、社会の話というかその距離を置かへんよな。そう、今宗教って聞いたら距離を置いてまうやん、うっなるけども、もし小学校時代に、そうそう、宗教って言ったらやっぱりこうオウム真理教の、あ、何かしらの事件があったら、宗教関連の事件があった後っていうのはやっぱり宗教、信仰宗教に対する確かにマイナスなイメージ、マイナスイメージが、そう、宗教イコールテロ組織みたいなイメージが出たりするから。麻生太郎が言ってたのは、政治的無関心っていうのは幸せな国なんですよっていう、政治に興味持たんでも平和に生きれるっていうのが昔の人が目指した社会だから、政治的無関心が悪いこっちゃないんだよみたいなこと言ったの。あ、なるほどね。まあ幸せなのは幸せなんやけど、本当に豊かになったかというと、政治的無関心であることがその個人としては幸せだと思うけど、理想的に言うと市民っていうのは政治に関して考え続けるべきであるし、政治家っていうのは市民について考え続けるべき、そう、未関心になることはいいことである、それで本当に生活が成り立ってるんだったらいいんだけど、生活で本当に成り立ってんのって話ですよね、うん、気づいてないだけで、そうそう、結構幸せじゃないかもなって、もっと幸せあるかもしれない、幸せを放棄してるよって、ある程度幸せやって思い込まされてる部分もあるかもしれん。無意識に幸せやと思い込まされてる、生活できたらいいみたいなのと、うんうんうん、やっぱ自分のある程度の目標を達成できる、多分マズローの話にもつながると思うけど、うん、原始的な欲求ではなくて、もっと自分の自己実現的な欲求を実現できるのがいいっていう、うんうん、そのもっと工事の欲求、そう、工事の欲求をできるありがとうできるのがいいっていうのがあるから、先進国で言ったら基本的に公的な欲求はできるのが当たり前というか、そういうのが普通な社会であるべきだとは思うん、でも多分その工事の欲求をなんか喋ってたりしたら多分傲慢やっていう風に思われちゃうの。なんかね、なんかこう日本に暮らしてたら結構贅沢さえ言わなければ生活できるんじゃないかっていうのがあって、なんかそれ以上の欲求を言うとやっぱりみんなここで満足してんねんから、いちいちそんななんか出しゃばんなよみたいな空気があるよね。協調圧力というか、ピアプレッシャーというのはもう英語であるぐらいだから、おもはやさ、そのを感じひん、そこはもうやばない、突き詰めてさ、みんながさ共通圧力やばないっていう論に持ってくると、それも共通圧力になってくる。まあまあまあねそれすらもう議論できひんその多数が持つ力っていうのはあるよね、有無を言わせない力というか、その正しさっていうのはあるし、結構今民主主義イコール多数みたいな考え方が一般的だったりするけど、うん、政治学的に見たら必ずしもイコールじゃないという、それだけじゃないという、暇か自分がほんまにギリギリの生活してるかぐらいじゃないと政治参加っていうのは極端に増えてるんかもしれんな、うん、あ、じゃあ一人一人政治的無関心について、あ、それいいと思う、自分の中での結論、そうそうそう、僕からまず言わせてもらうと、政治に無関心であることは幸せっていう意見事実としてあるけれども、決して良いことではない。なぜ良いことではない、そう、政治的無関心はまあ平和の象徴ではあるけれども、うん、良いことではないってまあ言うけれども、うん、そこの良いことの根拠が思いつかない、え、なんで悪いんってなる。僕はちょっとカッコつけました将来から見たら、いやてかお前らの時代の政治的無関心のせいでこんなことになってしまったって言われる余地はあるかもしれんけど、未来から見たら、うん、もう一回言わせてもらっていい、僕今の生活に政治に関心する時間を割くメリットを感じる人は、今の生活が楽しければ何でもいいと。だから政治的無関心って良くもないし悪くもないやん。でも政治に関心あることって、あ、悪いことじゃない、そう、悪いことではないっていうのがあるんじゃない。僕はでも政治無関心は良くないことだ。国民は政治の主体である限り、政治に対しては関心は持ち続けるべきであって、なんでかっていうと、
全く無関係なわけがなくて働いて税金払ってるんだよね。そう、税金払ってる、つまり関係があるわけだよ。でもさ、選挙に行こう言うけどさ、うん、なんか結局だ、毎年通りも進まないし、うん、もう一緒に投票してもなみたいな感じになるくない？いや、ほんと無投票でも何でもいいから選挙にとりあえず行って自分の意思を示す。だから何にも書かなくてもいいから。え、それってさ、それ選挙に行けばいいの？実際さ、言うけど、うん、その勉強してないよ。そのなんていうのかな、選挙に行ったからそう言って、なんか選挙に行けとは言えへんねん。自分だって別にそこまで深く考えて選挙に行ってるわけじゃないのに、なんか選挙に行っただけで選挙に上から言える投票するかしないかっていうのはかなり違うと思う。やっぱりでもさ、若者は行った方がいいんじゃない？もちろんその年代別でさ、投票率が出るときにさ、若者が行ってなかったらやっぱ結局さ、人口投票率が多い老人向けの政策になるわけよ。僕たちには力があるっていうのを示して政策を変えていくってさ、政治家の意識を変えていく。政治家で若い人がもっと増えたらいいんやろね。じじいばばばっかり出てたら親近感わかへんのよね、うん、じゃあここら辺でどこで終わってんの